スパイクチャンネル。完成しました。爆誕です。はい、はい、爆誕です。早速もう食べたらもう美味しくないんで、はい、食べましょう。じゃあマッツーのから、はい、いただきます。スイートチリソース鍋からいただいてください。わ、なんかすごい生姜の匂いする。うん、いただきます。ちょっといただいてみよう。うん。おいしい。うん。ね。なんかさ、あ、いいじゃんこの甘さ。うわー、食べたことない。マジでオリジナルじゃない。うん。やばー。あんなにだってさ、9割ぐらい使ったよ、チリソースを。なんかチリソースの甘さがめっちゃいい。うん。あ、美味しい。スープ飲んでもさ、なんかご飯欲しくなっちゃう。白米ください。あ、そっか。締めがあるからね。めっちゃ美味しい。うまっ。じゃあ小川さんの方、はい、いただきます。これは何でしたっけ？何でしたっけ？小笠さんの明太子がそんな材料使ったら美味しいに決まってんでしょな。はい、いただきます。なんかすげえいいクリーミーな匂い。優しい。まあ本当それは美味しいに決まってんでしょっていう感じ。食べたことあるそんで。うん。本当にやん、ツルトンタン。マジでツルトンタンだね。だってさ、もうさ、とんでもない、もうどこを持ち上げてももう明太子がもうめっちゃつきますもん。うん、美味しい。まあ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 正直、うん、この今の段階でのオリジナル性で言ったら私だよね、うんうん、もうマジで食べたことないこのスープ。うん、なんかさ、でもいいね、二人で作り合ってこう食べるという。なくない？ないよ。ちょっとじゃあ締めに向かって、はい、そうですね、いいですか、もう一手間加えて。はい、じゃあやっちゃいます。私は結構具を残してます。締めのために。私はもうかっさらいました。本当にじゃあもうやっていきますよ、はい、こちらフランスパンをですね、こうやってちょんちょんちょんってしていって、バケットを吸わせます。ぎゅうぎゅうに詰めて。私は春雨を入れたいと思います。本当はね、鍋の途中だって良かったじゃんねって思うじゃん。確かに確かに。マロニーちゃん的なさ、うん、具材として入っててもそうそうそういいんだよ。いいんだけども、もうここでもう私見てください、全部入れちゃいますよ。20g もういい。余らせちゃってしょうがないんだよ。あ、そう、まあいいんじゃない、まあ、いいか。あ、でもそんなつるっと食べれるか。もう 120g 全部投入しました今。もしかしたらよ、これが爆誕したら、うん、明日のお弁当の助けにもなるかもって感じなんだよ、ね、私は。だから私はこの逆に朝ごはんとして、おー、ここにですね、チーズチーズをベベベっとします。たくさん、やっぱ女子チーズ好きだから、チーズと明太子なんて合わないわけないんだから。はい、そしてちょっと蓋して、こちら、これ以外に他に手間が。いや、まあでもあのちょっと微調整で、はい、あのおいスイチリとおいウェイパーをするかもって感じです。ちゃんと吸ってる、本当に。なんかで、女子春雨も好きじゃん。好き。やっぱそのほら、春雨ヌードルなんかはね、夜食べたっていいからってことでさ、これマジ深夜に帰ってきてこれ出されたらもうイチコロじゃない。彼氏覚えときな。ちょっと胡椒かけようかな。はい、完成。
名付けて明太子パングラタンです。ああ。何ですか。なるほど。いい。締めとして珍しいですよね。パングラタンにしちゃうって。そう、確かにそうですね。鍋が。そうですよね。あ、変わるっていうのはすごい、はい。洋風のになったんですよ。うん。うまそうです。変な感じ。変な感じ。この春雨サラダが私すごく好きで、締めが春雨サラダになったら面白いんじゃないかなと思ったんですよ。これなってんじゃないかな。これやばいな。これ爆誕させちゃったかもしんない私。締めも、じゃあ締め爆誕いただきます。いいですか、また私も、はい、春雨すごい。もう見た目もさ、うん、別で作ったやつじゃん。そうでしょ、うん、やっぱあんぐらい入れてよかったわ。全部吸った本当に、ね、いただきます。いただきます。おいしい。あ、これさ、ちゃんとこれレシピ載せた方がいいよ。あねえ、わかる、うん、私今泣きそうだよ。え、なんで。こんなに感動の度合い違うの、あなた。ねえ、私今泣きそうだよ。なんで。感動してんの、これくらい。でもすごいすごい美味しいでしょ、うん、これは皆さんにも食べてほしい。また締めとしての罪悪感もないじゃん。もうさ、うどんとかリゾットだったら女性って、あ、私やめますって言うけど、これが締めだもん。やべえ、マジ爆誕させた。ちょっとチーズ固まっちゃったと思うんだけど。今のお母さんのやつ、はい、はい、そんな美味しい具材集めたら、それは美味しいだろう鍋の締めの明太子パングラタンです。いただきます。確かに締めとしてはね、この感じ見たことないですけど。うわ、すっげえチーズの、あー、うんうん、うまい。まあ、かもなくかも。まあ、あ、やばいやばい、なんですか。お高まりです。作ったタッカンマリを食べよう。はい、タッカンマリ、はい、タッカンマリです、はい、いただきます。え、これはもうあれですよね、関係ない鍋って言ってたやつですよね。そう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 、これをつけて、でもこれつけて食べるの、玉ねぎも、おいしい。美味しいです。で、これが、締めが何でしたっけ。この煮こごりにして、ゼラチンでこれを固めて、はい、小籠包の中にこうゼラチン入れて、はい、で、焼いたらこう中から溢れ出すみたいな、それまでやりたいんですけど。考えだけは一丁前で、何時間、ね、想定何時間だから。想定3時間あと3時間あればいけましたね、うん。今日はでも爆誕しましたね、1個。これ爆誕しました、うん、イエーイ。スイートチリソース鍋、マジのスイートチリソース鍋です。もうほぼ9割使うやつなんで、これは載ってなかったです、あのネットにも、うん。こっちについてはお二人とも今何にも触れてなかったですけど。いや、まあ皆さんは触れないとね、まあご自身が作ったから、ね、うん、だからまあ かもなく、まあでも爆誕とは言えない。そう、爆誕じゃなかった、誕生しました。でも料理家の人だって1回で味を完成させるのなんて無理なんですよ、はい、きっとそういうなんか研究とかされると思うんです。で、松浦はこうたまたま今日はこういう風に爆誕しましたけど、うん、私だってそんな時間もらったっていいじゃないっていう感じはありますよ。あーあー、ない
いちゃった泣いちゃった誕生させられなくて泣いちゃった頑張って作ったのにまた頑張りましょう。はい、料理は一日にしてならずということで。